外務大臣から要請がありましたら、まあ、自衛隊が保有するですね C-130H あるいは政府専用機、そしてまた空中給油輸送機、まあ、こういうものをですね、準備いたしまして、対応すると。田中大臣はまたイラン情勢が緊迫した際の対応策について政府部内で検討していることも明らかにしました。外務省によりますと、イランには現在およそ730人の日本人が滞在しているということです。